2009スーパーカップ優勝 BG パトゥムユナイテッド FC は大王国中部パトゥムターニー県のタイヤブリ群にホームを置くプロサッカークラブである2018シーズンまでの名称はバンコクグラス FC であったバンコクグラスグループ参加の BGFC スポーツ CO リミテッドがクラブを運営しているバンコクグラス FC は2006年に創設され タイのサッカーリーグにおいて4部に相当するコーロイヤルカップに所属していた。2009年1月に来るんタイバンク FC を買収したことによりタイプレミアリーグに参加できるようになった。2009年のクイーンズカップにはラジビティ BGFC の名称で参加した。2009年はタイプレミアリーグで3位となり、その後リーグ戦の上位4クラブが出場できるタイスーパーカップの 1> 第1回大会に優勝した。招待チームとして参加したシンガポールカップでは準優勝した。2014年タイ FA カップで初優勝を果たす。2018年には遺跡金3000万。マリオジュロブスキーらも補強し、リーグカップでは準優勝の成績を残したものの、リーグ戦は14位となりタイリーグに降格となった。長年チームを支えた。 元オーストラリア代表マット・スミスらが対談。2019年シーズンにより、クラブ名を BG ・パトゥム・ユナイテッド FC に変更。2019年シーズンは圧倒的な強さで T2 を優勝し、T1 復帰を決めた。ベテラン FW すらチャートサーリー・ピムが、タイ代表に選出されるなど、充実の1年を送る。2012年3月29日、 J リーグのセレッソ大阪とパートナーシップを締結。また、2015年9月14日には、c 大阪のメインスポンサーでもあるヤンマーとも、パートナーシップ契約を締結した。両クラブの交流は2014年に、CE 大阪からモニワテルユキが移籍してプレーしたほか、これまでにチャウアット・ビラチャード、ポンラビチ・チャン・タワング、タワン・コタラス・ポーが CE 大阪に期限付き移籍している。 2020年2月10日現在星ル、監督アウト詳細はカテゴリー BG パトゥムユナイテッド FC の選手を参照ありがとうございます